俺だ。山田盛り上げて、山田、山田、山田もっと声出せ。山田そういう声じゃないよ、そういう声じゃないって。なかなかボールに絡めます。ナイスショット。山田盛り上げて、山田盛り上げて、山田盛り上げて、盛り上げて。お前全然盛り上がってないじゃないかよ、他と絡めねえな。え、しんどいとか言うなよ。もう全員で勝ち点3取って、はいはい、最高のホーム開幕戦にしましょう、はいはい、準備は大丈夫ですか？大丈夫ですか？戦えます？大丈夫ですか？大丈夫ですか？僕は大丈夫ですか？大丈夫ですか？そういうことで、じゃあ、はい、みんなで一つになって戦いましょう、はい、こんにちは、神田です。今日は明日行われる湘南戦について、サッカーボードを使いながら湘南の攻略法、対策法についてお伝えしていこうと思います。早速ね、サッカーボードを使いながらお伝えしていこうと思うんですけども、赤が新潟です。上に向かって攻めます。青が湘南です。下に向かって攻めます。新潟はね、もうシステム変更なく 4-2-3-1 のシステムを用いてくると思いますので、赤の磁石をそういう風に配置しております。湘南が今シーズン 3-5-2 もしくは 4-4-2 のシステムを用いてきているんですよね。なので明日がどういう風なシステム、どっちのシステムを用いてくるかわかりませんけども、まあ、おそらく試合開始のスタート時は 3-5-2 のシステムで来るんじゃないのかなと、まあ、神田は予想しているので、青の磁石を 3-5-2 の配置で置いております。まあまあ皆さんね、もうご存知と思いますけども、湘南はハイプレス、プレッシングがねかなり激しく来る、まあ、そこをどう新潟がボール保持しながらポゼッションしながらかわしていくのかっていうところがポイントになってくると思うんですよね。まあ、そこをねやっぱりかわしていかないと、なかなか新潟もスムーズに
ボールをね、前線に運ぶことができないということになってくると思いますので、まあ、湘南のプレッシングというところに関して、まあ、今からね、ボードを使って説明していこうと思うんですけども、まあ、おそらくゴールキーパー、新潟は小島選手。小島選手から、まあ、例えば、左のセンターバック、トーマス・デン選手、千葉選手、稲村選手にパスが出たら、今までの対戦相手であれば、前線の選手が、トーマス・デン選手、千葉選手、稲村選手に対して、まあ、プレッシングをかけに来るんですけども、湘南の場合は違います。小島選手から千葉選手、トーマス・デン選手、稲村選手に対してパスが出たら、ここの湘南のインサイドハーフの選手がプレッシングをかけに出てきます。じゃあ湘南のツートップは何をするのかって言いますと、縦パスを新潟のボランチに対して、奥村選手、秋山選手、星選手、島田選手に対して縦パス入れさせたくないので、湘南のツートップは新潟のボランチにマークをしてくるんじゃないのかなと思います。なので新潟のセンターバックにパスが出たら、湘南のインサイドハーフ、中盤の選手がプレッシングをかけに来ます。まあ、そこがちょっと今までのチームと違うので、まあ、なかなかスムーズに新潟はボランチに縦パス入れれないと思います。じゃあ新潟はどうするのかって言いますと、まあよくね、試合中秋山選手、まあ、島田選手とかがセンターバックのね、2センターバック、新潟の2センターバックの間に落ちてきて、まあボランチ1枚が高い位置を取る。まあマリノス戦では奥村選手がね、まあそういった風な、高い位置を取ることでポジションをね、ちょっと変えていたりしていたんですよね。じゃあそうなった場合に湘南はどうするのか、どういう風な形でプレッシングをかけに来るのか、もうそこも対策しています。湘南は対策をして試合に臨んできています。秋山選手がね、こうやって落ちてきた場合、小島選手から、千葉選手、トーマス・デン選手、稲村選手にパスが入った場合は、アンカー的ポジション、新潟がアンカー的ポジション1枚ね、2センターバックの間に1枚こう落ちてきてボールを受けようとする形になった場合は、この小島選手から左のセンターバックにパスが出たら、湘南の2トップの1枚がプレッシャーをかけに来ます。そうなってくると新潟は左サイドバック、星選手、堀米選手、早川選手にパスを出そうと、まあ、すると思うんですけども、そこに対してはパスを出させないように、湘南のインサイドハーフの選手、中盤の選手がプレッシングかけに行こうとするようなね、まあ、そういった素振りを見せます。じゃあ、こっちに出せないってなった場合に、おそらく、千葉選手、トーマス・デン選手、稲村選手は右のセンターバックにパスを出す。まあそういった右にね、展開していこうとするんですけども、そうなった場合に湘南の2トップの1枚がプレッシングをかけに来るんじゃなくて、もう1枚、逆サイドのもう1枚は新潟の秋山選手にマークをついてきます。じゃあここに対して誰が来るのかっていうと、湘南のインサイドハーフ、中盤の選手が出てきてプレッシングをかけに来ます。じゃあ右サイドバック、新潟の右サイドバック藤原選手のところが開くじゃんって、じゃあそこに素早く、マイケル選手もしくは遠藤選手がね、パス出してパスつけたらいいじゃんって思うんですけども、藤原選手に対しては湘南のウイングバックが素早く縦にプレッシングをかけに行きます。じゃあここ新潟のボランチが1枚上がった
奥村選手だったり、まあ、星選手だったり、島田選手が開くじゃんって、ここにパス出せばいいじゃんって思うかもしれませんけども、そこに対しては湘南のアンカーがスライドしてきてガツンとプレッシングをかけに来ます。じゃあ新潟の右サイドハーフ、松田選手、太田選手、ダニーロ選手が開くじゃんって思って、じゃあそこに素早くボールをね縦に、つけたらいいじゃんって思うんですけども、ここに対しては湘南の3センターバックの、左センターバックの選手が素早くプレッシングをかけに来ます。湘南としてはもう同サイドでボールを取りたい、圧縮して同サイドでボールを取りたいっていうことをやってきます。じゃあそれはなぜかというと、素早くボールを奪うことでショートカウンターを実行したいっていうことなんですよね。なので前線が 1,2,3,4,5 枚いるじゃないですか。例えば松田選手、太田選手、ダニーロ選手のところでボールを奪われたっていう場合に、おそらく新潟の守備陣形が多少ちょっとバランス悪かったりしてる、そういった場合あると思うんですよ。そういったちょっと新潟の守備のほころびが見えた瞬間にスコーンって当ててきます。もう5枚いるので、新潟フォーバックなのでどっちみち1枚足りないんですよ。数的不利な状況なので、そこを素早くついてきてショートカウンターで点を取りたいっていうのが湘南の狙いです。なのでおそらくアンカー的ポジションに秋山選手が入った場合に対しての、まあ逆サイド、まあ左右どっちでも同じようなプレッシングかけてくるんですけど、湘南はセンターバックからセンターバックにパス出した瞬間のプレッシングはもうゴーサインでめちゃめちゃ速いです。本当に勢い持ってきますんで、ここのプレッシングは一気にはめにきますんで、プレッシングの合図はセンターバックがセンターバックにパスが出たこの横パスが湘南のプレッシングのゴーサインなんで、ここに対してめちゃめちゃ早く、中盤の選手とかが出てきますので、そこに対してじゃあ新潟が本当に止めて蹴るとかね、ビルドアップ、躊躇してしまうと湘南のプレッシングにはめられて失点っていう可能性があるので、まあ、そこは気をつけて、新潟はボール保持していかないとなかなかボールが前に進んでいかない、中途半端な位置でボールを奪われて失点っていうパターンがあるので、まあ、そこは、まあ、気をつけた方がいいんじゃないのかなっていうところが、まあ、一つ、神田が湘南の試合を見ていて思うところです。じゃあ新潟はどういうふうに湘南のプレッシングを、まあ、回避していくかってとこなんですけども、まあ小島選手からトーマス・デン選手、稲村選手、早川選手にパス、あ、千葉選手にパスが出た時に、まあ、やっぱりねここ素早く左サイドバック、堀米選手、星選手、早川選手のところを使いたい、素早くもうね左サイドバックにパスをつけるとおそらく湘南のインサイドハーフ、中盤の選手が新潟の左サイドバック、堀米選手、星選手、早川選手にプレッシングかけに来ると思うんですよ。そうなると、ここ1枚開くんですよね。じゃあ、ここ1枚開いた場合に、まあ、おそらく湘南のアンカーの選手が出てくる。出てきた時に、まあ、どう、パスコースないじゃんって思うんですけども、まあ、スライドがね、間に合わない場合もあると思うんですよ。なんせここから左サイドバックにまで行くので、かなりの運動量を上げていかないと、スピードを上げていかないと間に合わない。じゃあ出てきた瞬間に新潟がここねすぐボールをつける、まあボランチの選手が1枚上がってる、もしくはトップ下の選手が落ちて受ける、小野選手だったり星選手だったり、奥村選手だったり、島田選手だったり、そういった選手に出すことによって
ここ、ね、中盤につけてもいいですし、左サイドバック、あ、プレッシング早いなと思ったら、もう、ここのスペース、湘南、3バックだった場合は、ウィングバックの後ろが空くので、シンプルに、新潟の左サイドハーフ、小見選手だったり、まあ、長谷川元輝選手が、怪我してるので、まあ、谷口選手だったりになるんですかね、マリノス戦。谷口選手、めがけて、ここの裏のスペースに蹴り出していったら、もう谷口選手、小見選手だったら、前向いて、そこのスペースに向かって走ってくれると思うんですよ。なので、湘南のプレッシングの回避は、常にパスコースを2つ以上持つってことが大事だと思います。そうすると、まあ、プレッシングね、素早いプレッシングが来ても新潟は常に選択肢が2つ以上あるので、まあ、はまる、はめられるってことがないと思うんですよね。なのでインサイドハーフの選手、湘南のインサイドハーフの選手がプレッシング、新潟の左サイドバックにパスが出たらプレッシングかけてきた場合は、まあ、落ちてもらってもいいと思うんです。落ちてもらってレイオフで飛び出していくっていう形でもいいと思うんですよね。だからそういったことをうまく使いながら回避していくっていうところが、まあ一つ大事になってくるんじゃないのかなと。まあですけども、今までの湘南の試合を見ていたら、前半は本当にね、スピードアップしてというか、運動量を上げて相手に対して、本当に出てきてプレッシングがはめに来ますので、まあ、新潟はそこ躊躇してしまうと、先ほど言ったんですけども、ショートカウンター食らって前線が4枚5枚と、揃っている状態で縦パス差し込まれると数的不利な状況でやられる、まあ、その辺がありますので、まあ、気をつけてね、その辺をやっぱり常にパスの選択肢を2つ以上持つってことをやっていった方がいいんじゃないのかなと。いや、あとはやっぱり、新潟の、まあ、サイドハーフの選手がしっかり幅を取るってことが一つ大事になるんじゃないのかなと。で、そこに対してトップ下の選手が上がって、まあまあ、前線4枚にしていくってことが大事なのかなと。そうなってくることによって、まあ、アンカーのポジション、新潟のアンカーポジションに入る、まあ、秋山選手が、まあ、ちょっとね、湘南の2トップを、まあ、食いつかせるじゃないですけども、まあ、ちょっとね、こう見ながら警戒させながらっていう風にするとサイドバックが必ず空きますので、こうなるとじゃあサイドバックが高い位置を取る、まあ、新潟はやっぱりねサイドバック、藤原選手、右だったら藤原選手、左だったら堀米選手、早川選手、星選手が高い位置取れば、まあ、やっぱりね攻撃としてスムーズにね前線にボールが運んでいけると思うんですよ。その時にじゃあやっぱり鈴木選手だったり小野選手だったり、長倉選手だったりがしっかりここに落ちてきてボールを受ける、ボールを受けれることによって前向ける、前向けたらチャンスになるので、もしくはここに対してプレッシングね、湘南の3センターバックの右のセンターバック、中央のセンターバックがプレッシングかけに来るようであれば、もう一枚の新潟の、まあ、トップ下の選手なのか、ワントップの選手なのか分かりませんけども、しっかりここに入ってあげる。ここじゃなくて、ここに入ってあげて、ピン止めする形、ピン止めする形によって、もう一枚のね、まあ、小野選手だったり、トップ下の小野選手だったり、トップ下じゃないか、トップ下もやったりしますかね、小野選手は、まあ、小野選手だったり、長倉選手、鈴木選手は必ずここでボール受けれますので、ボール受けれてやっぱりここのね、まあマリノス戦だったら奥村選手がやっぱり前向きのボールを受けれることで新潟はチャンスになったので、ここに対してやっぱり前向き、ここで鈴木選手、小野選手、谷口選手、長倉選手、もしくはターンできたら、一気にね、チャンスができますので、そういったところ、サイドバックが高い位置を取れたら、新潟は、ここのね、
前線の選手が、まあ、2世9番の動きって言ったらいいんですかね、同じ、小野伸二選手の方、小野雄二選手、もしくは鈴木選手、奈良倉選手が落ちてくる、落ちてきた時におそらくついてくると思いますので、湘南の左のセンターバック、もしくは今のこのセンターバックがついてくる可能性があるので、そうなるとなかなかね、ボールを受けれないっていうことになるので、そういった場合はもう一枚ここに入ってあげる。ここに入ってあげることによって、しっかり湘南の左のセンターバック、もしくは中央のセンターバックをピン止めするというか、ここの選手に対してプレッシング活かせないようにする。そうすると、センターバックからここにパスが入って、長倉選手とか小野選手、鈴木選手とか前向ける。前向けなかった場合だったら、奥村選手とか、秋山選手使って、一回ね、レイオフの形でもう前向かせてあげる。前向いてるので、この状態だと。そしたら前向きな状態で裏に蹴れるので、そこに対して出ていくっていうね。そういった形をしていく。まあ、そういった形であれば、新潟は湘南から神田は点が取れるんじゃないのかなと。まあ、マリノス戦もね、そういった形で奥村選手が前向き、前を向いてることによって、やっぱり攻撃が前に前に行くことができたので、どれだけ新潟の選手が前を向いていけるか。その前を向いていくためには、やっぱり新潟のサイドバックが高い位置を取る。高い位置を取った時に、中盤の選手、前線の選手が落ちてきた。落ちてきた時に、そこにしっかりね、当ててあげる。ですけど、ただね、落ちてくると、湘南のセンターバックがついてくるので、ついてきた時は逆サイドの、まあ、選手が中央に入っていく。もしくはトップ下の選手が1枚上がって、逆サイドの、さっき言ったね、ここですね。ここに入ってあげることによって、あれ、出ていけないじゃん。どうしたらいいってなった瞬間に、レイオフの形でね、そういった形でもいいですし、ここ入れて前向いていくっていう、そういった形をする。そういったことをやっていけば、湘南から点が取れるんじゃないのかと。まあ、本当に、マリノス戦いい形、いい雰囲気で、新潟は複数得点で、勝つことができたので、まあ、この湘南戦、本当に、初の連勝に向けて絶対勝たないといけない、上位浮上するきっかけを作っていかないといけないと思いますので、運動量を上げてやっぱりね、やっていかないといけない。神田は湘南戦は先制して2点目を前半に取ることができたら、もしくは後半開始10分以内に新潟が2点目を取ることができたら、確実に勝利を手繰り寄せれるんじゃないのかなと思いますので、まあ、湘南もね、なかなか調子が良くなく、下位に沈んでるチームなので、もう明日はホームなので勢いを持ってくると思いますけども、そこをやっぱり新潟が受け身にならずに、しっかり前にね、前に前にやっぱ進んでいくってことが大事になってくると思いますので、もう前半からもうフルスロットルでね、 100% じゃなくて 120% の力を出せるように、まあ、そこが大事になってくると思いますので、まあ、前半のうちに新潟が先制できたら大きいかなと。 0-0 でもいいです。だから、まあ、失点しない時間帯をどれだけ作りながら新潟が先制できるかっていうところが一つポイントになると思います。で、明日の、湘南戦の新潟のスタメン予想なんですけども、ゴールキーパー小島選手、左サイドバックが、まあ、堀米選手がもう一試合休みますかね。まあ、星選手かなと。で、左のセンターバックはトーマス・デン選手か千葉選手。まあ、神田稲村選手も見てみたいなと思うんですけども、まあ、リーグ戦がどのような感じで行われてるか、大学のリーグ戦がね、どうなってるのかちょっとわからないので、まあ、トーマス・デン選手かなと。で、右センターバックはマイケル選手で来るんじゃないのかなと思います。まあ、そこまで怪我、途中交代してましたけども、ひどくないような感じがするので、まあ、マイケル選手、まあ、もしくは遠藤選手。で、右、サイドバックはもう本当にね、今、
長谷川匠選手が怪我してしまったので、もう藤原選手にちょっと頑張ってもらうしかないのかなと思いますので、藤原選手ね、連戦疲れ切っていると思いますけども、ここはもう本当に山口県の大スター、本当にねちょっと頑張っていただきたいなと思います。で、2ボランチのところが秋山選手、奥村選手になるんじゃないのかなと神田は思います。帰ってこないんじゃないのかなと思います。で、左サイドハーフには小見選手で、トップ下には神田は長倉選手、もしくはちょっと運動量がね、12キロ13キロ近く2試合走ってますし、スプリント回数がもう22回とマリノス戦が30回ぐらいでしたっけ、あるので、もしかすると小野選手なのかなと。あ、ディスクよ、左サイドハーフ谷口選手の可能性があるな。谷口選手かな、谷口選手でもいいな、前回良かったんで、めちゃめちゃ左サイドハーフ谷口選手がスタメンかな、神田は。で、右サイドハーフは松田選手かなと思いますね。で、ワントップが神田は小野雄二選手かなと思いますね。小野雄二選手、長倉選手がトップ下で出るようであれば、小野雄二選手が、スタメン。で、長倉選手が、スタートからいないようであれば、小野選手がトップ下で、ワントップは鈴木選手かなと思いますので、まあ、ちょっとね、怪我人が多い状態なので、まあ、メンバーがね、どういう風になるか、松橋監督、頭を悩ませる部分だと思いますけども、まあ、新潟は、まあ、誰が出ても同じようなサッカー、同じサッカーはできますので、まあ、あとは気持ちで負けないっていうところですね。気持ちで負けなければ、マリノス戦もしっかり勝つことができましたので、ここね、やっぱり、湘南戦、勝つか負けるかでまた違ってくると思いますので、まずは、ゼロでね、抑えながら、前半失点しないように、チャンスがあれば1点取っていく。そして後半のね、開始。やっぱりね、後半の開始とかに、5分、10分以内に1点取られると、相手からするとガクってなるので、やっぱマリノス戦もそうだったので、開始5分ぐらいで鈴木選手がね、ビルドアップの部分かっさらって1点取ったことで、マリノスがバタついたっていうこともありますので、そういったところをやっぱりね、したたかにしたたかに狙っていく。そして相手よりも走っていく。止めて蹴る、シュートのクオリティ、そういったところの一つ一つの質をね、湘南よりもしっかりやっていけば、神田は明日は 2-1 もしくは 3-1、3-0、まあ、久々の失点なしとかで終えたいですね。2-0 とかで、まあ、湘南に勝つんじゃないのかなと思います。まあ、本日もね、長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それでは、また。山田は間に合わずということで。はい。山田は間に合わずということで。はい。じゃあ勝ちましょう。いや、勝ちましょうですね。勝ちましょう。すみません、滑舌悪くて、滑舌悪くてすみません。はいはいはい、ちょっとね、神田はセレッソ戦以来なので勝ちましょう。勝ちましょう、立ちましょうじゃないですね、勝ちましょう。はい、勝ちましょう。いくぞ。おお、あざーす。山田は間に合わなかったですけど、須藤さんと米子さんは間に合うということで、ね、マジ空気読めねえですね、あいつは。出場停止ですかね、あいつは。じゃあ皆さんもうちょっと寄ってもらって行きましょう。今日は、はい、勝ちましょうね、立ちましょうじゃなくて勝ちましょう。勝つぞ。あざっす。